トゥルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥ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 。こんにちは、住吉たまきです。今日はですね、クッキーを作っていきたいと思います。材料はこちら、バター 200g、 小麦粉 440g、 卵1個、砂糖 140g。 バター 200g。 何？まずはこちらのバターを、バターが溶けるまでかき混ぜていきます。結構これ大変、手が疲れるね。ミキサーみたいなんですか？ミキサーってか何？ジュイーってやつ、こういう。手でやりなさい。はーい。このぐらいまで滑らかになったら、少しずつ砂糖を入れながらかき混ぜていきます。バターと砂糖がしっかり混じったら、こちらの溶いた卵を少しずつ加えていきます。入れます。うわ、めっちゃ入れちゃったよ。次はこちらのふるいに小麦粉をかけて、この中に入れていきます。筋トレみたいだね、お菓子作り。途中でこのヘラを使ってかき混ぜながらやっていきます。はい、こんな感じで完了しました。今度はこちらのくるくるくるラップ、こちらのくるラップを、くるラップじゃなくてもいいんだけど、あ、ねえ、こんなことある？こちらの新しいくるラップを引いて、すべてこちらをラップに包んでいきます。ちょっと笑わないでくれる？ラップに包んでいきます。ででーん、完成。なに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 、完成しました。こちらを30分以上冷蔵庫の中で寝かせていきます。冷蔵庫で30分以上寝かせたら、打ち粉をしていきます。で、今度はこの木の棒を使っていくんですけれども、こちらにも打ち粉をしていきます。はい、で、広げていきます。伸ばしていきます。型を使って型取りをしていきます。はい、こんな感じで型取りできたので、オーブンで焼いていきたいと思います。170度で余熱を10分ぐらいした後に、また170度で15分ぐらいオーブンで焼いていきます。焼けたら取り出していきます。ででーん、お、いい感じに焼けてる。おー、可愛くできてる。おお、いい匂い、いい匂い。ここからちょっと冷ましてから絵をつけていきたいと思います。やばい、あ、可愛い。目がでっかい。さっきもそんな感じにする。目がでっかい。やばい。ちょっとダメする。目が大きいからダメ。完成品はこちら、ジンジャーマンとクマ、ハート、犬。こっちはジンジャーマン祭りです。いっぱいいます。やばい。これは本当は没作品のはずだったんですけど、無理やり出してきました。では完成したので、早速食べていきたいと思います。一番最初に作ったこの没作品のクッキーを食べたいと思います。これ美味しかったらね、全部美味しいはずだから。うん、甘さもね、程よくて美味しいです。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。
今回はクリスマスに向けてクリスマスらしいクッキーをちょっと先取りして作ってみたんですけれども、本当に簡単に、これはねデコペンみたいなのを使って簡単にできるものなので、ぜひ皆さんもやってみてください。では最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ちょっと手振んないでよ